淡田西木は、アスカ時代の豪族。生は神。西木神とも表記される。父は米餅つき大臣命の五世孫、妻木神の子である鳥の子神で、いとこの徳足神は、柿の元の神の祖。老いに同感が、孫には、淡田正人がいる。日本初期巻、第22によると、水古天皇20年の時29年の夏5月の5日に、打ったのに薬がりす。 経明寺を取りて、藤原池の上に、主婦改名をもってすなわち行く。慌たさい木心を前の武陵とす。ぬか食べの平不連を後の武陵にす。是の日に、初心の服の色、皆冠の色に従う。角田草花著ょ理り。すなわち、大徳、聖徳は波に金を用いる。王妃と、正人は、兵の王を用いる。大来より、下は、 鳥の王を用いる。とあり、これが、彩木の名前の書室である。このことから、聖徳太子の官位十二回がつつがなく履行されていた、ことがわかる。その他、彩木の名前が現れるのは、時代が下って、三十年後の皇玉天皇元年の、除明天皇の早々の時である。皇後に、初めて、沖縄たる日光学天皇の毛髪。す。是の日に、 正徳小世信徳太、大パミコに代わりてるいす。次に、正徳淡田信彩木、慶美子に代わりてるいす。次に、正徳大友連馬会、大臣に代わりてるいす。木のと羊に、沖永山田公、羊を、縫い火立て祀る。ここでも、簡易性の思考を伺う,うことができ、除名天皇の葬儀に際して、淡田彩木が重要な役割を果たしていたことがわかる。なお、 大パミコは、除名天皇のお辞にあたる。天武天皇13年、発色のせいで、アワタレ田ン一族はあそを指政されている。ありがとうございます。